こんにちは、デリッシュキッチンです。スコップカニクリームコロッケを作ります。まず玉ねぎ1/2個を用意し、薄切りにしましょう。カニカマ5本は手で裂きます。耐熱容器にバター 30g を入れ、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで1分半熱し、完全に溶かします。そこへ薄力粉大さじ3を加えて混ぜ合わせましょう。続いて牛乳 250cc を5回に分けて加え、その都度混ぜ合わせます。ふんわりとラップをし、今度は2分加熱しましょう。取り出したら再び混ぜます。塩小さじ1/3、胡椒小さじ1/3、コンソメ小さじ1/2を加えて混ぜ合わせます。玉ねぎとカニカマを加え、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで3分加熱しましょう。取り出して混ぜ合わせます。ピザ用チーズ 30g を振り、再びラップをし、今度は1分加熱します。フライパンにパン粉 100cc とオリーブオイル大さじ2を加え、中火で色づくまで炒めましょう。仕上げにパン粉とパセリをかけて完成です。以上、デリッシュキッチンでした。